マロニエル TV GT よいしょ。さあ皆さん、本日はですね、こちら桜の誓い聖地巡礼のバスツアーの旅でございます。素晴らしいですね。カリン、うん、いや言ってないですね、聖地カリンとは。聖地カリン巡礼ツアー、聖地巡礼です。えカリン、聖地カリンには行かないんですよ。行ったことなかったでしょ、マロニエル TV で。聖地カリンの方にはね。で、あと本当に数十分後にちょっと皆さんが、はい、来るので。本当に来るのか、バスツアー。いや、あのね、本当にすごい数の応募があったらしくて。1000人ですか。1000人まではいけないんですよ。よっしゃ、全員ぶっ殺してよ。皆さん口悪いな、のっけから。今から来るんですから。来るんだな。そういう大会じゃないですからね。あそこに張っちゃうまいんだな。いやいや、マッスルタワーじゃないんですよ。確かに、ちょうどマッスルタワーめちゃめちゃっぽいですけどね。わ、形といい、高さといい。ジャンプでとりあえず2階まで来る。いや、悟空ね、10とか持ってね。いや、ベジータさんとかいなかったでしょ、その時まだ出てなかったでしょうよ。やりましょうか。よっしゃ、いっちゃいってみっか。あ、なんか雰囲気が。さあ、どうもどうも、いらっしゃいませ。どこ回りやがったな。さあさあ、どうぞどうぞ。ごきげんよう。いらっしゃいませ。貴様らか。あ、貴様らってやめて。言い方悪いですよ、貴様らとかね。はい、あ、どうぞ。ゾロリさん。おそらく番号が書かれたところがテーブルにあるので、あ、どうぞどうぞ。 ありがとう。番号順に並んでるんですね。よいしょ、ありがとうございます。現れやがったな。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。そっちもたくさんお出ましたな。ザコどもめ。ザコどもとかやめてくださいね。戦闘力が低いですね。しやがったな。よいしょ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだ今、天空ペケ時間やったの。わ、ブルマ。なんだおい、ブルマだと。ベジタさん、貴様。ベジタさん、なんで俺に食いつかないんだ、あいつは。そうですね。サンキューでもまず一番。若い時の、若い時のブルマだから。聞きやがったな。さあ、ということで、道の駅下野ふれあい館のふれカフェフロムスキレットさんにやってきました。なるほど。よいしょ、うん、さあ、オーナーの、はい、方に来てもらいました。お願いします。はい、こちらの料理ちょっと説明していただいても嬉しいですか。なんだ、うちの自家製の、10品目の豪華なプレートのお料理なんですけど、はい、メインでイタリアンのお店をやってまして、はい、それを生かした料理をこうプレートで出してるんですけど、はい、今回はそのイタリアンの自家製のこうミートソース、じっくり昨日12時間煮込んだんですけど。12時間煮込みました。はい、全然持ってないです。本当に12時間煮込みました。はい、でそれを使った、自家製のこうタコライスですね。タコライスか。はい、じゃせっかくなんで、ちょっとね、まあ、皆さんの前で。なんだ、食レポをちょっとやってみますか。バスの前でな。なるほど。前で。俺たちのな。公開食レポですよ、こちら。よいしょ。そうですね、みんなやってる。きたね、拍手だ。やめなさい。綺麗でしたよ、拍手ね。はい、花火みたいに言わないで。じゃあ野沢さんからいきますか。はい、そうだな。うん、どれから食べっかな。じゃあ、もうじゃあでもタコライスメインの。タコライス、タコライスね。そうだな。はい、じゃあいただきます。はい、うん、声出てんな。朝から出てんな、声が。来ました皆さん、生の梅がいただきました。生梅がね、声出てるな。声出てるな。あ、地のものを使ってらっしゃいますね。だいたい言ってたよ。まあ、なんか地のもの、地のもの。あ、美味しい。うまいのか。すごく美味しい。お米と合う。見てみよ、この水。水はいいよ、水はいいってな。普通の水です、これは。地の水を。地の水かな。地の水道。地の水なんです。プレートに手を取って、こぼすなよ。いや、離すなよ、みたいな。それはね、お飯で。いただいてやろう。あ、お、チーズも効いてて。うん、口目いった。うまい。うまい。うまいと絡めて。うまかったんですね。確かに辛みはないやん。あ、そうですか。タコライス、ね。いろんな味が来るな。肉とかその野菜の甘みとか。12時間煮込んだだけあるな。ね、この味、はい、貴様らには教えん。いや、堀川亮さんのツイートみたいに言わない。気になりますね。じゃあフリーザさんも行きますか。じゃあタコライス以外のものじゃあ別にします。じゃあせっかくなんでなんか。キッシュ、キッシュ、こちらかんぴょうを使ったキッシュ、はい、こちらをね、私食べたいと思いますね。うん、さあさあ、これからが本当の地獄の始まりですよ。ダメだろ、自分で言うに地獄って。滑り BGM 流れてます。今滑り BGM 流れてますから。いただきますね。お一気にかんぴょうが入ってるらしいからな。うん、うん、お
一口できましたね。じわじわとかんぴょうの香りが口の中でどん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 広がって、かんぴょうって匂いっす、香り分かりやすくゴールデンキッシュと名付けましょう。味はどうなんですか。味は、え、これかんぴょうって香りするのか。結構香り、今日は、はい、まああの香りというよりかは食感だよね。コリコリしてね、かんぴょう香りが広がってる。で珍しいキッシュですね。いや、まあかんぴょう入りですからね。それ美味しいですよ皆さん。なんかフリーダさんお久しぶりですね。そうですね、はい、この感じ、うん、これは復活したんですかね、これは。どうなんですか、今日限りの、今日限り、はい、今日限り、お待ちなさい、お待ちなさいよ、とかもしれないですけど、かもしれないと、はい、お待ちなさいよ。さ、車全然通ってないんで今大丈夫ですよ、はい、全然通ってないんで周りをね見ていただいて、全く本当に通る気配もない、本当に何車が通る気配もないんでね今のとこ、すごいですね。ジンジャータウンぐらい。なんかおい。あれ。おや。あれ。あれ。なんだ。ちょっと待ってよ。誰だおめえは。なんだあれは。あれ。ちょっとは。早い早い。何言ってます。何言ってます。もう一回いいですか。おはよう。世界の諸君。世界の諸君。世界の諸君。本日は。本日は。TV 芸人。バスツアーご参加ありがとう、クーラーシークレットゲストにセールが来たぞ。こっちがうめえわ、あなたの方がうまい。シュン、あっしゃ、教えてくるんだ、瞬間移動で走ってきた、あれ、あぶねえぞ、あぶねえ、ちょい落ち着いて落ち着いて、本当に危ないから、危ない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 、シューン来たぞ、見えてた見えてた見えてたよ、なんだ貴様、あれ呼んでなかったんですけど、スタッフが貴様らだけではあまり盛り上がってないと言うから盛り上げに来てやったぞ。何、十分盛り上がってますし、貴様なら盛り上げられると言うのか、もうこれがもうベロンカパンケモン、はわーん、回復したぞ。そんなことあるそんなことないないないそんなことない、そんな技ね、魔人ブーの技を私は吸収している。いや魔人ブーはその後だから、再生したのかと思った、セルの後でしょ、ね、はい、うん、でこの後 何すんだ、はい、ここからセルさんも加わるということで、え、忠実感、はい、そうだ、うわ、そうなんですね、なになあ、貴様がセル好きなのか、貴様、うあ、よいしょ、本当に、ね、本当にっていうことで、こっから盛り上げていってやるぜ、ブラー、よいしょ、不安しかありませんが、さあ皆さん、こちら下野薬師寺跡にて皆さんとね、あのチェキ会をやると思います。なるほど、はい、王林寺でか、うん、ここでか、うん、いや王林寺じゃないですよ、これ王林なんとこだったんだな、いやクリリンがね、もともと王林じゃないですよ、こんなとこいたら違います、もしかあれか天津飯の道場かな、これドラゴンボールスーパーでね、ユーリンとかでいたとこね、はい、まあ、ここでじゃあ撮りましょうか、皆さん、ね、チェキやるのか、チェキを、チェキ、はい、バスツアーの皆さんと、なるほど、もうフリーダーいらんだろう、もう、そうだな、何を言ってんの、そろそろ私が来たからいらない、チェキの枠に入らないから来た、なんでですか、私、帰れ帰れだと、帰れ貴様、どういうことです、帰れ、いやいや限界やめましょう、こっちは2対1だと、2対1だと、だと、くそ、部下さえいれば、何、さあ、あなたたち、出てらっしゃい、え、何、マロニエル TV バスツアーよ、ようこそ、カメラ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 、今の俺言っとくか、赤いドドリア、ヒロイノザーボー、おやじゃなーあれ、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 あ
とめ大丈夫だ、ザーボンさん美しくないよ、ザーボンさん美しくないよ、今のは完全にこんなちょっと待て、貴様らもこの後バスツアー参加するというのか。当たり前だ、本当に座りたくねえだろ、座りたいって言ってるぞ、お客さん。おめえら気をつけろ、絶対青いのつくかった。そうよ、そこだけ気をつけてね。服は大丈夫か、私大変ですからね。あとセルさん以上の盛り上がりでしたね、意外と。ありがてえ、当たり前だ。私は距離があったからな、だいぶ。いやいやいや、だいぶ距離があったから見切れてたな。わーってなります。後ろに隠れてる時ブルブル震えてた。そうだね、震えてたから。ということで、じゃあドドレさんとザーボンさんもこっからじゃあ参加ということで、はい、じゃあ引き返しましょうか。いいだろ、はい、撮りましょうか、じゃあ行きましょう。じゃあ撮りますよ。よし、はい、ギニュー、うん、いいだろ。おおこの頃のブルマとはまだ合ってねえはずだね。そうだ、フリーザが隠れてます。何、はい、まあいいだろ、まあいいだろ。はい、撮りますよ。はい、ギニュー。という間にバスツアー終了でございましたけども、早いもんだったて。セルさんどうでした？いや、私は恐怖に怯え引きつった顔をしている地球人の顔を見るのが好きだが、今日はみんな地球人いい顔をしていたな。まとめたな。まとめた、丁寧な。また来たいですか？ああ、また来たい、ぜひよ。危ない。いやいや、嘘つけよ。家に帰ってドクターゲロに乾かしてもらうことにする。乾かしてもらうと、取り替えてもらうと、乾かしてもらうと。家でやれよそれ。おめえがやれ。乾かし取りで。ドクターゲロにやらせんだ、そんな。もれえなこの人。さあ、というわけで以上、マロニエル TV GT バスツアーでした。ありがとうございました。